皆さんこんにちは。今日は令和元年、今日はスケールを3種類おさらいしようと思います。令和元年ゴールデンウィーク真っ只中ですが、今日はスケールのおさらいをしようと思います。ゾウさん、夕焼け小焼けなどの童謡はルートの音から数えて4と7の音を抜いて弾く夜な抜き音階というのがあります。短調の音階は3種類、旋律的短音階、和声的短音階、自然的短音階の3種類があります。すれば、いろんな曲を楽譜を見ないで弾けるようにもなります。ドレミの位置、後ろ向きでもブンブンブン、メリーさんの羊、キラキラ星、自分の手を見ないで感覚で弾けるようになるためには、少しずつ今日はこの曲を練習してみよう。簡単な曲を楽しくアレンジしたり、毎日少しずつの習慣が大きな効果をもたらしてくれます。今日は単音階3種類のおさらいですが、ゾウさん、夕焼け小焼けなどの童謡は主音、ルートの音から数えて4と7の音を抜いて弾く夜な抜き音階が有名です。単音階は3種類、この3つが単音階の代表的なスケールになります。波長調の終止形です。都庁調、
長調。使う時もあります。2度、基本的な主要三和音に終止形を理解して簡単な曲に伴奏付けができるととても便利です。これはピアノを学ぶ上でとても大切な基本的なことです。波長調の C、これは簡単な曲を弾く上でも良い子の皆さんにはぜひ覚えておいてもらいたい基本的なコードです。 C コードが続くときは C コードが続くときも軽やかになります。 G7 というコードが続くときはオルタネートといって先生から上達してほしい良い子の皆さんへのお願いです。少しずつコードを覚えて簡単な曲に伴奏付けができると保育士さんにもなれます。保育園や幼稚園の先生にはとても大切なことです。簡単な曲にコード付けができていろんな伴奏形で弾けるととってもいいことがあります。スケールと今日は主要三和音のおさらいでした。みんな、おやつ食べたかな？アンパンマンにバイキンマン。ももちゃんにかしこちゃん。ペンちゃんにビクトンくん。子どもたちは楽しいことも大好きです。楽しさプラス基本的に
基本的な ソルフェージュ、コードネームなども身につきます。はひふへほ。